じめまして、こんばんは、こんにちはかな、ビカクシダと僕の趣味ブログを書いている小春日和です。インスタでは、バックヤード小春日和っていうアカウントでやってます。今回はちょっと初声出しでやってみたくなったので、ちょっと挑戦してみました。今回の作業内容は、小株外しなんですけど、株分けというか、僕が前にちょっと自分なりに考えて小株が増えそうな着生剤っていう形で作ったやつに、本当に実際にうまくいっぱいレモイネが出してくれたので、今回取る運びになりました。結構こんなうまくいくと思ってなかったんでびっくりしたんですけど、で、着生剤自体も100均の商品使ってて、ほぼ200数円の話やと思うんで、結構リーズナブルでいいんかなと。見た目はねそんな良くないんですけど、結構ええかなと思ってやってます。で、とりあえず今回それの株分け動画となります。でこれ一応なんかぶら下げてやってるんですけど、すごい不安定なんでちょっと作業しにくくて、多分土台ちゃんと固定してできるようになれば結構スパスパいけると思うんですけど、で基本僕こういう密集してる場合ね、ちっちゃい子はやっぱ弱いと思うんで、ちっちゃい子の貯水量は極力傷つけへんようにして、大きい子は大きいから根っこも多いやろっちゅうことで、貯水を傷つけてもええかなみたいな、適当ですけど、なんかそんな感覚でやってるんですけど、その考えのもっとちょっと今回は外していってます。なのでこの一番左の方が一番大きいんで、その子の貯水はなくなってもいけるかなと思ったんで、今やってる子をちょっと優先させてやってます。で基本これすんごい水苔も柔らかかったんですけど、カッターの切れ味がすっげえ悪かったんで、ちょっともうこんな感じでちょっとやりにくそうに見えてるんですけど、全然根っこさえ切ればボロって取れたんでいけるかなと思います。コルク付けの美角とか板付けの美角にの下側について小株が生まれた時のやつの剥がす方が結構難しかったり硬かったりとかめっちゃするんですけど、これほんま正直根っこさえしっかり切れたらポロって取れるんで結構いいかなと思いました。はい。で根っこは基本成長点の裏一番極力残すようにはしながらやってます。結構慎重に作業はここら辺はしてますね。ちょっと多分動画撮影してるんでちょっと緊張してるんで、ちょっといつもよりゆっくりにはなってますけど、基本結構むしゃむしゃむしり取るタイプなんで、むしゃむしゃっていうのかな、ちょっと分かれへんけど、そんな感じかな。でもうちょっとだけ、はい、1個目取れましたね。めっちゃちゃんとねこう張っとるし、なんか横に広がってる感じだしいいと思います。何を基準にいいと思いますかっていうのはちょっと分かんないですけど、感覚的な話で。で次の子いう感じで取っていってます。ちょっとカメラにめっちゃ手かぶってますけど、とりあえずこうなんか極力傷つけないように意識してますね。結構ほんまに水苔柔らかいんで、なんかボソボソ取れる感じです。なのでうまいこと根っこさえ切れたらいいんじゃないかなと思います。ね、レモイネね、僕うんち来た時このレモイネすごいちっちゃかったんです。ちっちゃいっていうか普通ぐらいか、中ぐらい、ちっちゃいかぐらいあって、
ちっちゃい子株も吹いてて、今そいつもだいぶ大きくなってきとるんですけど、ちょっと僕育て方悪かったから、その子株はそこまでまだ大きい感じではないんやけども、この子らなんか大きくなりそうな気配しますね。なんか、気配の話なんで、ちょっとまだ感覚的な話なんですけど、基本僕感覚的な話多いんで、あんま当てにせんといてもた方がええと思います。はい、できました。で、今めくったらまた次にちっちゃい不定が脇芽って言うんですかね、が出とるんで、ちょっとそこは残しつつ、またその子ら育ってほしいんでやってます。で、レモイね、これ育ててる時ね、途中からもう出たら、うち言うたらワイヤーメッシュっていうか、ちょっとこの前少し前のブログ見てもらったら分かるんですけど、壁のウォールがスカスカなんですよ。なんで両面かけれるようにしてて、ワイヤーメッシュで、なんで裏側からも光当てれるようにしとるんです。で、光当てまくったら結構裏めっちゃ成長したんで、今後もまた光当ててやっていこうかなと思ってます。だからこの着生剤の場合、裏から光当ててやったらええかなと思ってます。なんかそれが僕の中で結構成長早かったんで、一気にポイントかなとは思ってるんですけども、これも感覚的な話なんで、あんま当てにせんといてください。子株にいらんよっていう人も多分いてると思うんで、そこまで強い光、とりあえず今ちぎってボソッといく感じで、ちょっと思い切っていってます。小指立つのを我慢してるんかな、僕これ、恥ずかしいから。基本小指立ちます。おお、今いい感じ。イエー。次がとりあえずアップ、こんな感じです。で、水苔詰めていきまして、準備してたやつね、詰めて、とりあえずフワフワのとこに、まあフワフワって感じで、で、押さえのないで押さえるか言うたら、ミシン糸、最近使わないんですけどね、なんかこういう別に強度とかいらんとこにはもうミシン糸でええかな思うんで、とりあえず落ちへんかったらええと思うんで、そういうのでやってます。で、ミシン糸細いんでね、ちょっとこの隙間通すのすごい大変やって、ちょっと、まあでもちょっと今作業工程省きましたけど、映像はとりあえず軽く押さえてるだけでも、言うたら猫回ってくれるんで、多分すぐにまた水ゴケ落ちなくなると思うんで、とりあえずこれで完了です。ほんで、蓋というか、この裏の子株をまくるよ、守るように作ったガードを、簡単なガードですけど、これでとりあえず親株の処置は完了です。レモさんお疲れです。で、次が子株ちゃんポンポンポンの3つですね。とりあえずどれをここから行こうかなっていう感じと、板、前のやつですね、汚いけど、まあ何回でも使えるし、子株用の板としてやってます。とりあえず根っこの周りの水苔極力いらんの取って、で、僕は基本的にこのもう根っこは直接板に当たるように子株の時はやってるんです。裏もう言ったらすぐ着生させたいんで、ビカクも多分着生したいやろっていうのが僕の考えで、そこに水苔とりあえず多く持っちゃうとなんかうーんってなりそうやから、とりあえず僕ほんまこの状況でベタッと押し付けて、で、ぐるりだけとか、あとはなんかまあ成長点の向きの微調整とかだけで、その時に裏にちょっと差し込むぐらいで、基本的には
あれやな、うん、あれです、あれなんです。もうほんまにそういう感じでつけてますね。だからちょっとだけあの角度浮かすために入れたって感じかな。うん、水苔こんもりしていくのはあのゆくゆくでいいと思うんですよ、形とか整えの。とりあえずこの子たちをまあうん、とりあえず大きくっていうかまあ安定させたいって思いがあるんで、とりあえずはそんなに環境変えんでいいと思うんで、板もうさっきの根っこトゥー板みたいなもうすぐやってみたりっていうところでやってます。水苔僕何使ってるかやったらアイリス大山さんのメカメ歌あかんのかな、ええんかな、分からんけど、そこの高級のなんか AA プラスをいうのやってるんですけど、それやってます。基本僕南チリ産やったっけ、あれ使っても別に全然問題なく育ってるんで、あんまり気にはしてないんですけど、その時の自分の財布の状況に合わせたりとか、とりあえず形こうやって整えて、うん、ぺちゃんこで平たくみたいな感じです。うん、いらんとこほんでもハサミ切ったり、まああんま使わへんけどええかなー思ってやってます。おいでまあだいぶ来たら糸つけていくんですけど、僕ホッタッカーで上下左右にこう針金入れてタッカー打つんですよ。ほんだ空間できるんで、そこに糸かけてくぐっていく感じ。結構小株の時はこれが多いかな。水苔が少ないんで、なんかこう板とうまいこと巻かれへんし、あんまぐるぐる裏巻くのあんま好きじゃないんですよ。なんでこれでこう上下上下右左右左みたいな感じで、あのそこの隙間にタッカーで打った隙間に糸通してグッて縛り上げていく形でやってます。今までそれでやって別にっていうか失敗とかまあないんですけど、うまいこと言ってますね。基本僕は手薄には釣り糸をやってます。釣り具屋さん の中古品売ってる釣り具屋さん、有名な某メーカーさんとかのとこ行って、セール品の釣り糸やったらめっちゃ安いんで、それ買ってきたりしてストックしてます。前まではねダイソーの使ってたんですけど、僕結構強めに縛るタイプなんで、あれやとすぐパンって切れてなんか嫌なんで、今はちょっと基本は釣り糸の2号か、まあ、3号でも3号ぐらいかなって今度は思ってるんやけど、とりあえずいっぱい2号買っちゃったんで、そんな感じでやってます。上下通してこうちょっとね、だんだんおっさんになってきてるんで、ちょっと通しにくくてこうイライラするんですけど、くる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 って板の裏に巻いた方が楽やとは思うんですけどね。でももうなんか結構これ綺麗に収まるんで僕は好きなんです。でまあ貯水を結構新しく展開してるところの邪魔ならないように下側に回しながら、やってます。極力ねもうかけるとこなかったらしゃあないんですけど、かけるとこあんねやったらもう古い方の貯水用の下に、今映像の中のは上残しの隙間から入れて、糸通してみたいな感じでやってます。机基本僕めっちゃ汚いんで水苔だらけです。もう仕事では木くずだらけになって、家帰って水苔だらけなんで、もうわけわからんですね。もうとりあえず床にはなんかもう茶色い粉をってますわほんまに。うん、多分美学やってある人はだいたい家の下水苔と格子を枯れたやつ折ってたりとかしてるんかなとか思いながらねやってるんですけど、
もう終わると思います。くくり終わって最後ピュッと、これでいい感じかな。とりあえずね、成長点と貯水量のバランスね、まあ別にここで方向間違っとってもいいと思うんです。後でまたしょっちゅう動かすし、対しても別に何でもええやろっていう感じなんで、ある程度起きならんと、なんかその子のなんか癖みたいなのも出てけえへんし、うん、それでやってますね。で、今僕使ってるハサミなんですけど、これめっちゃ結構おすすめで、あのカードとか切る、クレジットカードとか切れる用のハサミで、結構このハサミやと針金とかもバチン切れるんで結構重宝してますけど、それはでも、うん、いやあんまり重宝してないかな。うん、時に酔ったり時に酔ったり、前はこんな感じです。とりあえずまあくくる、くくる時間ちょっと長いな、こう編集しようか今度からね。これ声後から入れてるんですよ。だからちょっとなんかあんまんやけど、もうちょっとカット今度からしていこうかなと思ってます。でまたこうかけてかけての、今度両サイド両サイドみたいな感じで押さえていきます。で力結構強めにかけてます。僕とりあえず根っこと板をなんかくっつけるっていうイメージがすごいあるんで、貯水用のが傷ついて色変わらんぐらいの力でかけるって感じでやってますね。多分人によったらホワーっていう形でやってはる人もおるし、別にそれは自分家の環境とか自分のやり方とか自分の考えでいろいろやっていったらいいんじゃなかろうかと僕は思ってるんで、別にどのやり方が悪いとかいいとかはないと思うんですけど、まあこの動画見てくれた人のにはちょっと僕のやり方を言ってるだけなので、そこは皆さんご自由に育てた方がいいと思います。とりあえず数こなした方がええんかなって自分の中では思ってます。最近で、まあこんな感じでいけましたね。でタッカーの透かして作ったんで、今度それ押し込みたいので、なんか先っぽ硬いもん、僕の場合ペンチとかで、ラジオペンチでペイペイって押さえてますけど、まあそんな感じで言ってもらえたらなと。ググッと押したらかなり、それでグッと引き締まるんですよ、さらに。だから大丈夫だと思います。うん。で3つもうとりあえずちょっと省いたけど3つできましたと。レモイネ3兄弟どんだけ成長するかな。うん、で次はネームタグっていうかネームプレートっていうのかな、今回赤にしてみようと思って赤にして、インパクトでインパクトドライバーでもうめんどくさいんでそのままズボッとついちゃいます。手使うにだけでも1 3枚とも一気に開くんで、うん。で、細いワイヤーの針金持ってきて、それで、あ、その前に名前か。名前、まあ、僕、アホなんで、ちょっとスペルいつも忘れるから、もうカタカナで書いたりしてますけど、うん。とりあえず、この子の、どういうこと、どういう品種で株分けした日とか、あと一緒に生まれた時は僕は ABC とかアルファベットつけるようにしてるんですけど、その同じ同親から一緒だよみたいな感じでやってます。まあ自分のルールなんで、ちょっとその美学の業界的にどうなのかとか言われたらちょっと分かんないですけど、とりあえず自分が分かりやすいようにしてます。で細い針金買って、これも多分100均で買ったやつで、で折り曲げてキュッと入れて、そうそうそんな感じです。でくるくる巻いて、うん、やっとそれを3つ作って板につけて、
タグこのやり方しとったほぼほぼタグ僕今まで取れたことないんで、よっぽどのことがない限りなくなれへんかなとは思ってるんです。なんかよくねネームがなくなプレートがなくなったっていうやつ販売されてたりするんですけど、そんなんないな、これはあったらよっぽど剥がれへんと思うんで、でこれをあの本体の針金との隙間に、キートの隙間に刺してくるくる巻いて完了っていう感じです。できました。にしても机汚いな、迷わ。ほいで、はい、家族写真で最後の、これ僕いつも大事にしてるんで、この子の子供だよっていう、なんかこれしかね、はい、そんな感じです。ありがとうございました。また見てください。バイバーイ。